あとはあれですね、今日のテーマになった話で言うと、ブライトンの CEO のインタビューがピボットで、木崎さんがね、インタビューしてましたけど、あれで三笘をね、いろんなデータから調べてみたいな、いけると思ったみたいな話で、あんま具体の話してなかったんだけど、唯一具体の話してたのが、プレスバック。もう、戻って守備助けるからみたいな。そこがいいみたいな。で、これ、プレスバック問題、ウィングプレスバック問題じゃん。久保より伊東純也がスタメンなのってこれだっていう話するじゃないですか。森保さん相当走力と強度にこだわるから、で、久保もしないわけじゃないけど、伊東純也の方が全然ガツガツするし、サイドバックの背中守る守備も、その、なんていうの、カウンターに備えて高めの位置で、高めの位置で待ってるみたいなのを森保さん求めてないから、いかにアップダウンしてディフェンダーにもなれるかみたいな。で、それ三笘と伊東すごいじゃないですか。で、最近海外行った選手で、横山とかね、トスの、とか、ゼルビアの平川もそうだし、やっぱ基本プレスバックすごいんですよ。で、三笘って川崎いた時に僕がっつり解説作ってるんですけど、プレスバックだけがちょっとな、みたいな。ただこれもサンジロワーズ行ってウィングバックやって、プレスバックの強度どんどん上がってったんですよね。で、その後にブライトンで、まあ今皆さんが知ってる活躍じゃないですか。ってなると、まあたまたまかもしれないけど、そこを鍛えさせる意味もあったのかな、みたいな。とか、あとそこが、トップ水準になるまでは、まあそのビザの関係っていうのもあるんだけど、ちょうどいいじゃんみたいな。そこのね、ウイングがサイドバックにもなれる時代というか、ならなきゃいけない時代。で、この基準で言うと、やっぱりラファエル・レオンを軸にしたというか、ラファエル・レオンに守備免除してたポルトガルはやっぱ強くなれないし、ユナイテッドが復活しないのも、ラッシュフォードがプレスバックかなりサボるっていう。で、ガルナチョとかアマドだとちゃんとやるっていう。だから世界的にやっぱり勝たせるチームのウィングはプレスバックする。プレスバックしないウィングだったら前残りでレベチの活躍するっていう。エンバペとかメッシみたいに。で、レベチの活躍してる選手もプレスバックするのが、まあビニシウスとかだ。そういう選手じゃん。え、ニコプレスバックしてもらった。で、あともう一つが、プレスバックできるって運動量もあるんだけど、やっぱ走力が必要じゃないですか。この走力があった上で相手の逆つけるっていう。このね、日本人選手ってめっちゃ昔からうまいうまい言われるじゃん。何がうまいって、ボールのコントロールを乱れないで、まあ、へそ下って表現しますけど、僕、若干の前傾姿勢でボールを足元に置けるっていう。そうすると突っ込んできた相手の逆取れるっていう。この能力高いんですよ。ただ、ボール動かしながら相手の逆を突くっていう、正対してるだけだと突っ込んでくる相手かわせるけど、自分から仕掛けてかわすのって難しいから。ボール運びながら相手の逆突くっていうのをやって、なおかつそれで逆ついた時に追いつかれない力。一回抜いた相手にもう一回追いつかれるのよ。長い距離が、速くない選手って。で、連続で細かくバーって仕掛けれる選手って、抜いた相手が多くて、それが、言っちゃえば、障害物になって後ろからプレスバックできないみたいなのもあって、これメッシとかこういうドリブルするじゃないですか。日本の選手、その、一発目かわした後に、スピードない分、上げようとしちゃうと、ライスとかのドリブルとか、デヨングのドリブル分かるんだけど、元の足速いからさ、この射程圏からボール出してないのに、ボールとの一緒の移動のスピードが速いじゃん。このフィジカル能力高すぎて。ボールが、普通の足の速さだったら足元から出てるのに、足自体が速いからもうちゃんとボールと一緒に移動してるから次突っ込んでくる人もかわせるみたいな。これが重要で、向こうのレベルでトップのアスリートが突っ込んできたのをかわします。次のやつもかわそうとするんだけど、一発目のかわしてボールを大きく射程圏から出してるから、次のに追いつく前に相手にかっさらわれるみたいな。わかるかなこの説明で。これが、伊東とか三笘はベースのスピードが速いから、かわした後にまだへそ下にボールがあるんだよ、ちゃんと。これが、例えば誰だろうな、本間志音とか、あと誰だろう、中村敬斗は変わってきたのかねとか、この、ウィングだけど、そのトップレベルの評価を得てない選手っていうのは、やっぱボールをね、足元から出さないとトップスピードに到達できないっていうか、トップスピードに到達しようとしたら足元から出ちゃうっていうのかな。それが起きるんだよ。だ久保とかもさ、やっぱりスプリント力強化して、へそ下からボール出さず加速するみたいな。だ佐藤健とかも推進力あるけど、ボールはへそ下から出ちゃうじゃん、むしろ。へそ下からボールを出さないでスピードも上げれるみたいな選手。これが三笘の能力で、このあたりが平川が海外のチームというか、ヨーロッパのフィジカル強い相手に対して同じことできるかな、みたいな。このプレスバックっていうのは献身性だけ言われそうだけど、献身性あっても足遅かったらプレスバックする前に相手の攻撃終わっちゃうから、技術的に高いところに走力っていうフィジカルがあると、この技術への掛け算がすごい。かわすだけじゃなくて抜き切るっていうのができる。で、その走力がある選手だと、プレスバックの効果が増大するっていう。で、これが、まあ、
欧州で活躍するだね、行くだけじゃなくてそこで生き残って需要があるウイングの条件だなって話です。ベリンガムイングランド代表って全然微妙じゃなかったじゃん。もうなんならベリンガムが無理やり勝たしたじゃん。7の試合だっけ、あのオーバーヘッドかなんか決めたやつとか。ベリンガムだからイングランドを勝ち進めましたよ。僕ウイングに関しては、はい、その支持できたり努力できる要素あったらいいですけど、僕が出会ってきた人がもうウイングだけはなんか末っ子でいい感じがしますよ。いいというかそれを許さなきゃいけないっていうんですかね。なんかそのノリ成分が多くて、でもちゃんとチームのために最低限の約束事はちゃんと守れるみたいなのがいい選手だなって思いますね。個人種目にちょっと近いところが近いですね。やっぱ1対1が起きやすいんで、その1対1の時にチームのことを考えたりとかいろいろ考えすぎると、仕掛けるべき時に仕掛けらんないっていう、自分が責任を負う形でいいのかみたいな、そこを勝たせるためのノリを持ってるっていうんですかね、それが必要で、でもそういう選手って結構守備サボったりもするんで、そこをちゃんと植え付けられるのか、それは持ってる選手がいるのか。三笘選手がそうですよね。攻撃の時にはこう感覚を大事にできますけど、うん、守備の時にはちゃんとチームとして戻るのを優先できるっていうか、伊東純也選手とか、だからあの感じだと思いますね。来た時には仕事して、守備の時にちゃんとチームに貢献できるっていうのが僕の中の一つ今思ってる指標ですね。サイドで僕は面白いなと思うのは、リオさんが言ったやんちゃで本能的な選手も多くウイングって多かったんですけども、はい、久保君が今すごい良くて、それは中西哲夫さんのやつで見ると超リズムで、例えばターンにしてもインターンアウトターン両方とも両足でできるようにすごい、なんていうの、子供の時からやってるから、うん、相手が来た時にどうすればいいっていうのはもう理屈があるわけですよ、うん、だから本当にこのゲームのように相手はこう来たらこうやるみたいな、ある意味パターンでもあり、それをどうカードを使うかみたいなのをやっていて、うん、あそこまでのプレーのレベルを見るとそういうアプローチもありなんじゃないかなというふうに思ってきて、うん、だ久保建英に関してはもう天才って言われるのは本人は嫌だと思いますけど、リズムを感覚に落とし込んでなおかつ相手を抜き切るフィジカルもあるっていう選手って基本いないですよ。だって久保建英以外そうあんなタイプ会ったことなくないですか。そうですね、再現性があるかっていうと、あの、まあ、人生含めて再現性がないかもしれない、ね、そうなんですよ。だって久保建英っぽい選手がいっぱい出てきて、うん、それが育て方が違っただけってパターンないじゃないですか。で僕は久保建英はめちゃくちゃうまいだけで基本中央の、あ、だからメッシですよ。メッシサイドでも抜くじゃないですか。でもメッシサイドに固定しないじゃないですか。みたいな感じで久保建英ってその時に必要なところを、あのピッチ全体で、あ、今サイドバックとセンターバックつながってないな、降りていこうとか、今ライン間人いないな、このままいいよ、今ウイング入ってきたらじゃあ自分が張ろうっていう、この判断的確にできるんですよ。これをウイングに置いちゃうと逆サイドまで、あのその必要なポジションだからつって立ち行くわけにはいかないんで、結果ボール来た時はいいけどチーム全体への影響力落ちるみたいな。なんで久保建英の場合はトップ下のカテゴリーかなって僕は思ってますね。すごい抜けるからウイングに置かれてて、またレアルソシエダの構成上中に、あの他のメリーノとかブライス・メンデスとかいるからサイドなだけで、プレイヤーとしてどこがベストかって言ったらセカンドトップだと思ってますね。今日本代表でやってるような、はい、三笘とか伊東純也みたいな中央に置くとセンターバックに近い立ち位置取りすぎたりとかするとか、半身作れないって選手はウイングだと自然とピッチを見ようとしたら半身になりますし、サイドバックから離れて、受けようとする、そこのセオリーはあるんで、なんで360度のプレーみたいなところじゃなく1対1のところでチャンスを作るっていう部分でのウイングでいうと、僕はさっき言ったノリとチームへの献身性両方ある選手って感じですかね。差をつける研鑽をできるか、だから例えば遠藤航選手とかすごいじゃないですか。あ、なんであそこまでいけたかっていう話になると、僕は本当あのマウスピース作るぐらいのメンタルだと思うんですよ。マウスピースがいいじゃなくてそこまでやるんだっていう、普通だったらいやマウスピース入れるのってなるじゃないですか。いやだってこっちの方がサッカーに生きるからっていう、冨安選手の発言、三笘選手の発言とか、もう本当に普通にサッカーをうまいねって、そこの、まあ、コミュニティで10番を担っているような選手でも、あの選手たちの発言とかそういうの見たら、え、そこまでやってんのっていうのばっかりだと思うんですよ。そのそこまでやるってことをやれる選手が増えるかどうかで、これが僕日本人全員とは言わないですけど、日本人で上に行く人、起業家とかそのコミュニティだったりそこの界隈で名を成す人っていうのは、そこまでやるをやれて、それがサッカー界に出てきているなっていうふうに思います。まあ、以前の日本代表クラスの人もそれぐらいやってた印象はあったんですよ、うん、酸素カプセルを家に買ってやったりとか、うん、でもやっぱ努力の方向性っていうのはまだ地の集積が日本サッカーはまだできてなくて、うん、それぞれがバラバラに独自にやってたけども、それがなんか集合値がたまってボトムアップされていい選手がよりできてきてるのかなともありますよ ね、うん、ですね。なんで全部の海外選手を知ってるわけじゃないですけど、例えば育成年代だとアフリカ系のチーム強かったりするじゃないですか。あれなんでかというと元のフィジカルのところですよね多分。
でそこからの積み上げみたいなところでやっぱりワールドカップの時に踊りながら空港で入ってくる国とそうじゃない国で、その前者が悪いって意味じゃなくて、その国がいろんな情報を集めて個人で全部フィジカルトレーニングとかいろいろやってっていう選手は、マネとかサラーみたいなタイプはいますけど、それもまあリバプール行くような選手たちだけですごい少ないじゃないですか。でも日本人って基本的にそういう何かを突き詰めてコツをつかんでとか、コツを知ってる人のところから情報を吸い取ってっていう、ここの能力が俺高いと思うんですよね。結構いろんな国の人と話したりとかしてても、いやそれはもう神様が決めることだからみたいなのってあんまないじゃないですか。これ悪いって意味じゃないですよ。ただ向こうって結構あるじゃないですか。これは今日は神がこういう日にしたからって、これをベースにしてる価値観の人たちいっぱいいる中で、日本はいやこれ神様がいい日じゃなかったから今日シュートミスったなみたいな子は基本いないわけですよ。ってなると何が足りないか、その日までの練習だっていう話になるんで、それが今の日本サッカーの選手たちのこう底上げに僕はつながってるんじゃないかなと思うんですよね。私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。